皆様こんにちは。今日は江戸時代一番のラッキーガール金の腰の由来となったお玉の人生についてお話ししたいと思います。お玉は京都の八百屋の娘として生まれました。父親が死に、母親が再婚しました。再婚相手が家康の側室お万の方とゆかりがあったため、お玉は16歳の時に江戸へ出て将軍家光の側室お万の方の部屋子となりました。そして間もなく大奥へと上がりました。美しい上に町娘として育っているので、普通の高家の娘や大名の娘と異なり、性格や物腰がシャキシャキしていて、大奥の中では異色の存在感でありました。そこが家光の目を引き、やがて手がつけられたというわけです。お玉は亀松、徳松という2人の男子を産みました。徳松は幼い頃から利発でありました。家光はお玉に今より書を学ばせ、政権の道に心を入れ、文を読ませよと言ったそうです。お玉は八百屋の娘だという劣等感も手伝ってか、教育ママぶりを発揮するようになりました。家光が亡くなると家綱が継いで4代目将軍につきましたが、家綱も間もなく死去します。五代将軍候補は曲折を経て、お玉の子すなわち徳松、後の綱吉が選ばれました。こうして五代将軍綱吉が誕生し、八百屋の娘だったお玉はなんと将軍の聖母になりました。お玉ほど運の強い女性はどの時代を探してもちょっと見当たりません。お玉が玉の輿の語源になったのもうなずけます。現代でいうシンデレラストーリーですね。女性なら一度は玉の輿に乗ってみたい、そんな思いがあるのではないでしょうか。